会員として活用されます、お二方の記念品贈呈式を行います、はい、対象者は京都の鈴木さん、石川県の宮坂さんです。お疲れ様でした。みんなの先輩としてですね、本当に大会で、率先してですね、模範を見していただきました。で若い人たちの模範となってですね、本当に走り続けていただきました。で今回55歳ということで派遣の定年ということでございますけれども、まだまだですね、現役でやっていただきたいと思いますし、これからももっともっとですね、地域の、そして全国の仲間のですね、模範となっていただきますよう、お願いを申し上げまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。私並びに参加者全員からのお祝いの言葉とさせていただきます。本当にお疲れ様でした。ご苦労様でした。ありがとうございました。一言お願いいたします。では一言申し上げます。この度は私も全国学園でブロック外に派遣された女子大会というのは初めてでした。で本節目ということもございましたが、最後この決勝戦をやっぱり2勝で終わってしまうというような自分のやっぱり力の不足をまだまだと感じる大会でもありました。これからは後進の育成に力を入れるとともに、まだ自己検査を続けていきたいと思います。皆さんとともに、そして勤務性をさらに盛り上げていきたいと思いますので、まだどこかでお会いすることがございますが、続いてはどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。恒例の胴上げといきたいと思います。お祝いの場です。はい、それじゃないです。すみません。はい、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 すみません。は
ますご苦労様でした。では最後のミーティングをよろしくお願いします。